大河ドラマ鎌倉殿の13人のクライマックスでも描かれた承久の乱、歴史の教科書などでなんとなく名前は見たことのある出来事ですが、実際にはどんな出来事だったのでしょうか。平安時代までの日本は天皇をトップとする朝廷が国の中心であり、武士たちはあくまでもそれに従う立場でしたが、源平合戦を経て鎌倉時代に入り、武家政権の幕府ができると武士の力はどんどん大きくなっていきました。そんな時代に起こった大事件が承久の乱で、事の発端は朝廷方の最高権力者後鳥羽上皇によって幕府方の最高権力者北条義時の討伐命令が出されたことです。結果的にこの朝廷と幕府の対立は幕府側の圧勝で幕を閉じ、事を起こした朝廷側の有力者たちが逆に失踪されるという形となりました。この承久の乱以降、鎌倉幕府そして武士の地位は圧倒的なものとなり、ここから650年間日本社会は武士を中心に動いていくことになります。そんな中世日本の歴史的転換点となった承久の乱に関するさらに詳しい解説はコメント欄のリンクから。本編をどうぞ。